次に2022年度福利厚生推進法人に認証されましたのは、画面に表示されております61法人の皆様です。次に働くエール制度を支える働くエール実行委員会をご紹介いたします。実行委員会は画面に表示しております福利厚生に関連するサービスを提供されている9社で構成されています。ここで実行委員から働くエール2022の表彰認証を受けられた法人の皆様へのご祝辞をいただきます。実行委員の皆様はマイクとカメラはオフのままお呼びするまでお待ちください。事務局がお呼びしましたらマイクとカメラをオンにしてスピーチをお願いいたします。それでは株式会社アドバンテッジリスクマネジメント様からお願いいたします。改めまして、アドバンテッジリスクマネジメントの菊田と申します。この度はですね、各社様ハイアルですね、健康に関する取り組み、これを注力し、その結果をですね、表彰されたことを改めて、素晴らしい取り組みということで尊敬申し上げます。皆様の言葉いくつかですね聞いていると共通したキーワードをですね感じました。安心して働けるということ、そして活力というこのキーワードをですね非常に強く感じています。これからですね、非常に働き手をきちっとですね確保し、生産性を上げるためにはこの2つのキーワードはですね欠かせないものかなというふうに感じています。ぜひぜひ皆様のですね素晴らしい取り組みがこれから皆さんの世の中にですね届き、模範となるようなそんな時代をですね私も違う立場から推進していきたいというふうに思います。改めて皆様の受賞をおめでたくお伝えしたいと思います。私からは以上でございます。ありがとうございました。次に株式会社イーウェル様お願いいたします。企業様への福利厚生健康支援サービスを行っているイーウェルの反町と申します。弊社のウェルビーイング系推進所である林がですね本日諸事情により出席できませんので、代わりにお祝い述べさせていただきます。改めまして受賞者の皆様この度はおめでとうございます。まさに皆様の高い意識が実を結んだ結果だと思います。昨今ですね、本当に企業様を取り巻く環境変化が激しいのを感じておりまして、そういう時代だからこそかもしれませんけれども、弊社 EL が日々お会いする各企業様もですね、福利厚生実施の現場でさまざまな模索をなされておられます。そうした中で健康経営であったりとか、あれも我々の方にも実施しているウェルビーイングという経営であったりとか、人的資本経営など、非常に多様な観点からですね、企業価値を可視化する動きというものもありますけれども、まさにですね、この優れた福利厚生を検証する働くエール、これ非常に貴重な指標になると我々も感じております。なので、受賞された企業様におかれましてはですね、ぜひ世の中の企業様のベンチマーク的存在として、より大きな活躍を我々も期待させていただいております。本日はありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。次に株式会社エデンレッドジャパン様、お願いいたします。本日、エデンレッドジャパンのマーケティング部のマルチネスと申します。よろしくお願いいたします。本日の優勝者おめでとうございました。素晴らしい提案とかいろんな福利厚生ための活動をどの会社でも行っているのを聞くのは素晴らしいだと思います。弊社のエデンレッドジャパンはチケットレストラン食事カードの経由で毎日15万人の従業員にも毎日食事経由で健康経営またはモチベーションと生産性をサポートしております。今年もよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございました。次に日本社宅様お願いいたします。はじめまして、私日本社宅サービスの竹本と申します。弊社の企業様の社宅制度をアウトソーシングという形で運用させていただいている会社でございます。
はい、改めましてですけども、本日表彰された法人企業の皆様、おめでとうございます。まあ、皆様企業のですね、福利厚生制度を深く知る機会をいただけて、こちらとしてもありがたかったかなというふうに思っています。昨今、まあ、優秀な人材確保のためにですね、福利厚生制度の重要性というのはすごく高まっていると思いますし、今後もその状況はしばらく続くんじゃないかなというふうに考えています。そんな中で我々は、まあ、社宅の、制度であったり運用という部分を支えている会社でございますけれども、もし皆様の企業様でですね、そういった領域についてですね、こう何かご相談とか、改善の検討などがあればですね、ぜひお声掛けいただければなというふうに思っています。はい、すいません、最後になりますが改めまして、表彰された法人企業の皆様おめでとうございました。以上になります。ありがとうございました。次に日本生命保険総合会社様お願いいたします。はい、日本生命です。よろしくお願いいたします。本日受賞された企業の皆様おめでとうございます。日本生命ではですね、保険の活用というものをベースにして企業の皆様の福利厚生というのを幅広くサポートさせていただいております。最近は、まあ、人的資本の投資とか開示というのも新聞に出てきていますが、その中で、まあ、福利厚生というところの重要性とかですね、あとは社会からの評価というのも今後さらに高まっていくんじゃないかなというふうに思ってございます。その際にこういったですね、表彰に向けた、整理とかですね、といったものは非常に重要になってくるのかなというふうに思ってございます。で、今回表彰された企業様の取り組み考え方というのはですね、他の企業様の参考にもなるのかなというふうに思っておりますので、今後ヒアリングさせていただくこともあるかもしれませんけども、何卒よろしくお願いいたします。で、弊社としてもですね、引き続き福利厚生の重要性というのを全国の企業様に伝えていけたらというふうに思ってございます。引き続き、よろしくお願いいたしますということと、改めましてですね、本日受賞された企業の皆様おめでとうございました。以上になります。はい、ありがとうございました。次に野村証券株式会社様お願いいたします。はい、野村証券資産形成推進部平岡と申します。この度ご、表彰認証された皆様方おめでとうございました。企業において、人に対する投資ということにおきましては、やもするとですね、企業価値とか、あるいは、証券会社的に申し上げますと株価の算出、こんなものにあたってはですね、やっぱり費用ということでですね、カット削減すべきものとして捉えられてきておったと思うんですけれども、昨今、先ほどもございましたけど、人的資本、このような形で取り上げられることが増えまして、むしろ厚みを持たせ、充実させる、そういうことがですね、企業価値を向上させるということにつながるんじゃないかというような考え方に非常に傾いてきていると思っております。その点におきましては、福利厚生の充実、これ今後一層注目されることが疑いようがないと思っておりますし、その点においては今回ご表彰されました皆様方、この点においてはトップランナーで走られておられるんじゃないかというふうに考えております。今後ですね、ますますの飛躍、心より記念申し上げてご挨拶と返させていただきます。改めましておめでとうございました。ありがとうございました。次に株式会社ベネフィットワン様お願いいたします。働くエール2022年、受賞法人の皆さんおめでとうございます。ベネフィットワン、営業推進部の吉原と申します。日頃の皆様の福利厚生の充実拡充への取り組みが形になったのだと思います。先ほど皆さんのスピーチを伺いまして、主催者の一人である弊社も大変嬉しく思います。21世紀の福利厚生というのは、自分の社内で制度設計から運用まで行うというのではなくて、外部の福利厚生事業者と協業することでより良いものを目指していくという形で行われます。この場で祝辞を述べている実行委員も福利厚生事業者になります。今後もですね、弊社ベネフィットワンをはじめ、この場にいる福利厚生事業者は皆様のですね、福利厚生をより良いものにしていく手伝いをさせていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。改めまして、皆様受賞おめでとうございます。以上です。ありがとうございました。次に三井住友信託銀行株式会社様お願いいたします。すいません、ただいまご紹介に預かりました三井住友信託銀行でございます。この度は受賞された皆様、大変おめでとうございます。今の時代ですね、従前以上にさまざまな要素変数も多かったりしまして、結構皆様におかれましては舵取りの難しい人事運営が求められる状況にあるのかなというふうに捉えております。
ただまあそのような中ですね、ここにいらっしゃる皆様におかれましては従業員の方々のためにそういう工夫を尽くした取り組みを推進しまして、まあ、この表彰にまあ至られているんだろうということかと思いますので、改めて心よりまあ敬意を表したいなというふうに思っております。この度はおめでとうございました。以上でございます。ありがとうございました。最後に株式会社リロクラブ様お願いいたします。リロクラブです。本日受賞期の皆様誠におめでとうございます。リロクラブは現在の福利厚生のアウトソーシングサービスにとどまることなくですね、企業の HR 領域のさまざまな課題を解決するためのソリューションを提供できる体制をとっております。本日の受賞企業の皆様のような各社各用のニーズがある中でしっかりとそれに対応していくことで働く人に元気を、企業に活力をお届けできるように今後も努力してまいる所存であります。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。